どうも楽しみです、えー、富保有意識とといいうこについて今回話をしていいいきたいと思います、まあ、富を保有する意識、まあ、これをですね、えー、私はずっと提唱しているわけですけども、まあ、富って、まあ、お金だったりもしくは人脈だったりいろんなものがあるかと思いますけれどもそれを保有できるかどうかっていうのはまさに意識の問題だって。 例えば、お金だったりすると、えー、自分がまずはお金持ちであるとお金をしっかりと引っ張れる人材であると、えー、そういうふうに確信している人たちというのは自信を持って投資家に自分の事業プランを説明しに行ったりもしくはお金を融資していただくために銀行に説明に行ったり、まあ、そういったことがですね、えー、できますので、えー、結果的にですね、普通の人たちよりも富をですね、保有していくそれはまあ仮に借金だったとしてもロバート教詐金持ちさん、貧乏父さんに書いてある通り借金には二通りあるといい借金と悪い借金と。 で悪い借金というのは贅沢をするために使う、えー、借金だっていい借金というのは不動産とかそういった資産を買うために使う借金というのは非常にいいんですよという話をされてるんですけども、えー、そういったです、ね、資金の調達借金をで,す、ね、できる、えー、力があるかどうかというのはそこは自分の意識の問題が結構大きいんです。 この物件を絶対買いたいでこの事業を絶対成功させたいからお金を引っ張ってこないといけないとでそのためには銀行もしくは投資家に話をしないといけないけどもこれは絶対いけるはずだって考えられるかどうかっていうのはまさに意識の問題なんですねでその富を保有する意識って本当に大事だって 1> 1億円持っていても自分は貧乏だと思う人もいれば自分は大金持ちでもう何ももももしなくていいいと思う人もいますでもちろんその意識が高ければ高いほどですね1億で満足せる10億で満足せず100億でも満足せずそれは自分のために満足しているかどうかというレベルではなくてもっとお金があればいろんな人を助けられるな病気をなくせるなもしくは教育の機会を与えられるな、えー、もしくはですねこの事業をより拡大できるな社会企業をどんどん起こせるなそして、えー 多くのですね資産をですね構築できるなということでよりですね世の中のためにやろうやろうとしていく力がですねより富を保有していく意識につながっていくんではないかなと思いますなので全ての出発点その持てるかどうかっていうのは自分が意識があるかがそもそも大事ですし意識もない方はやっぱり1億円とか2億円稼げるにはならないでしょうし、まあ、そもそも叶わないと思っていますので一発で無理っていうことになってしまいます。 なので、しっかりとです、ね、自分自身を鍛え上げて、そして富を保有する意識っていうのをしっかり作ってで、ある意味それがいい自信になって、周りのいい人材が集まってきて、より大きな結果を出していく、そういったサイクル、えー、意識のです、ね、シンクロが起きる、えー、この世の中ですから、自分の意識をどんどん高めていって、より億万長者、富保有意識を持って、そして多くの人たちに貢献して、また意識を高めていく、そういったサイクルに一緒に入っていけるような、えー、このような中にできていますので、ぜひですね、この富を保有する意識っていうのを、 常に自分の中で高めていくということをやっていただければいいんじゃないかなと思います。ということで今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。